どうもまさちかです。サンブレイク発売を記念して、ライズ最後のアプデについて、大まかにですが内容をまとめたので、よかったら確認してサンブレイクでも、チャークを担いで楽しんでください。早速ですが、今回のアプデでチャークはどうなったかというと、超絶強化、強属性チャークの銀ダメを筆頭に、その他にもチャークを快適にプレイできるよう、修正されてます。それでは特にチャークミンにとって、特に重要なものについて動画も交えて、説明したいと思います。まずはじめにチャークミンが一番気になる、超高出力の威力アップについて、超高型は反撃重視変形切りで運用する人が多いから、反撃重視の油弾、強属性チャークの威力を、それぞれ比較してみました。まずはラージャンの油弾チャーク。スキルはこんな感じ。アプデ前。GP からのビンダメ142、アプデ後。GP からのビンダメ153、約 1.08 倍にビンダメがアップしてます。続いて強属性チャーク。武器は有属性のドラグルヒール。スキルはこんな感じ。アプデ前。GP からのビンダメ196、アプデ後。GP からのビンダメ339、約 1.7 倍にもビンダメがアップしてます。強属性チャーク強すぎだろ。続いてこれもチャークミンにとっての重要事項。超高の当たり判定の高さが伸びる。こちらもアプデ前は超高の判定が、上空に全然当たってない模様だったのが、アプデ後は荒不思議。上空でもちゃんと当たり判定が生きている。チャークミンの中にはこれが一番嬉しい。という人が多いんではなかろうか。続いて剣チャージの際のビンタメモーションの改善。アプデ前はポコっていう音がして、ぎこちない剣強化だったのが、アプデ後はこのように音もせず、スムーズに剣強化できます。アプデ後のカラビンの剣強化スムーズすぎだろ。続きまして剣強化状態の時間延長について、こちらは時間を測ったところ、剣強化時間45秒が60秒に延長されてました。剣強化が1分間使えるのは地味に嬉しい。続いて盾付きからのため切り派生が出しやすくなる。これは比較動画としてはわかりにくいので、アプデ後の動画のみになりますが、体感的にかなり盾付きからのため切りが、やりやすくなっていました。いかがだったでしょうか。その他にも色々と情報修正されたものがありますが、プレイする上で重要な項目は以上になると思います。この中でも一番驚いたのは、やっぱり強属性チャークの強化ですね。これを見てチャークのモチベが上がったそこのあなた。サンブレイクでもぜひチャークを担いで共に楽しみましょう。それではご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。次はサンブレイクでお会いしましょう。バイバイ。